ヴィッセル神戸もいろいろ大変ね。日本代表も共通の問題点があるんだけどな。そうなの？今回はヴィッセル神戸から見る、日本代表の問題点について見ていこう。では見ていこうか。まず、これが両方の現状を招いた一番の要因じゃないだろうか。長期的なプランを考えない。長期的なプラン？まず、ヴィッセル神戸から見ていく。ヴィッセル神戸がなぜ崩壊したのか？はこちらで詳しくやってるので、こちらも確認してみてくれ。ヴィッセル神戸はイニエスタをはじめとしたスター選手を集めた、スター軍団だ。選手だけ見れば。ね。そう。スター選手集めながら J リーグではなんと現在最下位。この最下位については、実は昨シーズンからヴィッセル神戸について疑問に思う声が多かった。昨シーズンはクラブ史上初の3位になったのに？そう。この後も触れるが、ベルギー代表のフェルマーレンが退団。その穴をどうするか？ってのが大問題だった。しかし、このフェルマーレンの後釜を含め、その場しのぎの補強が目立った。その場しのぎ？フェルマーレン在籍時代から大迫やボージャンなど、高齢選手を獲得していった。フェルマーレンの後釜に獲得したのも、35歳の牧野智明だったりな。それってどんな問題が出てくるの？高齢選手は長期的にクラブで稼働することはできない。だからこそバランスが重要なんだが、ヴィッセル神戸はこのバランスが崩壊している。高齢選手は一気にガタが来る可能性、さらにヴィッセル神戸が行った補強は、海外でうまくいかなくなった選手たちで、J リーグでどこまでやれるか未知数な選手たちだった。過去活躍しても、現在がダメだったら厳しいわよね。本当にバランスが大事で、若手とベテランでバランスを取らないといけない。結局はフェルマーレンが抜けて慌てて後釜を探したわけだが、ここで若手を育ててこなかったことも影響しているわけだ。現在がいいからいい。じゃなくて、将来を考えないといけないってことね。なんかこれ、日本代表にも似てるような？そう。日本代表には移籍はないが、起きてる問題は同じと言える。こちらでも触れてるんだが、日本代表は高齢化が深刻だ。大迫、長友、吉田、川島。いつからいるのよ。って感じだものね。日本代表の問題点はそれらのベテラン勢が逆に足を引っ張ってないか？ってことだ。本番が近づいてきて、アジア以外の国との対戦が増えてそれが顕著になってきたわね。日本代表の場合、アジア予選敗退の危機になったことで、なおさらそのベテラン勢に頼らざるを得ない状況になった。でも、元をたどればスタメン固定が問題じゃない？そこががっつり、ヴィッセル神戸と重なる部分だな。ヴィッセル神戸がその場しのぎの補強をしていると言ったが、日本代表の場合は、スタメン固定でその場しのぎの対応を続けてきた。このスタメン固定でその場はどうにかなったけど、結局遠藤の控え問題、ワントップ問題、左サイド、吉田。様々な問題が一気に来たわよね。クラブと代表は別って大前提はあるけど、状況は似てるよな。こういう状況を回避するために長期的プランを考える必要があるわけだからな。ヴィッセル神戸の場合は監督含め、まず方向性をしっかり定めてから補強をする必要があった。長期的に守備的戦術を構築するロティーナ監督を、守備的すぎたから解任とか意味不明だからな。速攻性求めるなら別な監督呼びなさいよって思うわね。一方の日本代表は控えメンバーを起用しないことで、同じように一気に問題が押し寄せてきた。冷静に思い返すと、ヴィッセル神戸との共通点は多いわね。その場しのぎってのもだし、結局は方向性が見えない。そうだな。ヴィッセル神戸のフロントとすれば、明らかに攻撃的スタイルで生きたそうだが、その割にはロティーナ監督選んだり、パスサッカー目指してたはずの日本サッカー協会は森保監督にしたり、どっちも方向性が定まっていないな。いつかこうなるだろうな。ってのが全部その通りになってるわよね。でさ、ここ触れていいかわからないんだけど、フロントとか日本サッカー協会、この辺の介入が現場に影響を与えてるのも同じじゃない？際どいとこついてくるな。この間襲撃されたばかりなのに。まあ、それも同じだな。次はそれを見ていこう。また襲撃されそうな気がしないでもないけど、高評価とチャンネル登録しといてもらえると天国に行けそう。まあ、ぶっちゃけ現場介入はどこもあるよね。それがどのくらいのレベルのものなのか。ってのはあるけどね。まず、ヴィッセル神戸の場合はどうなんだろう。最初に注意点として、裏側の話になるから憶測にしかならないんだよな。その大前提がある中で見ていくと、ロティーナ監督解任でこんな話が出てきた。イニエスタの起用法をめぐるトラブルだ。これはあるあるねー。毎回のようにこの手のトラブルでの監督解任は見るな。特にイニエスタのようなスペシャルすぎる選手がいるとな。やっぱりイニエスタの起用法をめぐってトラブルになったの？そうだ。意外だったのは、イニエスタを積極的に起用したがったのが監督。クラブがイニエスタを適度に出場させたかった。って構図だったこと。それは意外ね。
通は逆のパターンが多いけど、でもこういうのいつも思うけど、自分たちで呼んだ監督なんだから、好きにさせたらいいのに、それこそ、ならあなたが監督やれってなるわよね。まあ、これには勝敗だけじゃなくビジネス、スポンサーとか色々絡んでくるからな。そうよ。スポンサーとか絡んでくるなら日本代表の方がドス黒いことあるんじゃない？呼んだ。ん？なんか雰囲気変わった？日本代表ではぶっちゃけお馴染みだよな。これはもうみんなが知ってるところだろう。日本代表の場合はスポンサーの力が大きすぎない？どうしても日本代表自体がでかいからな。起用法をめぐるトラブルって言うとさ、一番にハリル思い出すんだけど。というか、この手の話はハリルがフルコンプしてない？ハリルの時はあまりにもわかりやすかったからな。ずっと話題になってる背番号ってやっぱりスポンサーが絡んでるの？当たり前だろ。え？これ確定だなと思った出来事が、本田圭介の時だ。本田は背番号何番を要求すると思う？え？本田なら10番要求しそう。でも実際には4番をつけてただろ？そういえばどうしてだろ？簡単な話さ。本田は水野で、実際に10番をつけたのはアディダスの香川。さて問題です。日本代表のユニフォームのメーカーは？アディダ。あ、こう思ったことはないか？なんで南野を左サイドから外さないんだろう？毎回思うわよ。左サイドで使うなら三笘でいい。南野を使わない。そんなこと許されると思うか？え？南野の背番号は？それは10番。あ。菅野今ん中は嫌いだよ。もともとは久保がつける予定だったが、本人がまだそこまでの選手じゃないと拒否した。なんとなくそうかなぁとは思ってたけど、やっぱりショックだ。ビジネスは大事なんだけど、それで日本代表がうまくいかなくなったら本末転倒じゃない？そうだよな。現場介入ってのはフロントがしたり、スポンサーから圧力受けたり、いろいろあって、ヴィッセル神戸も日本代表も現場介入は間違いなくある。ヴィッセル神戸はイニエスタの起用法。日本代表はスポンサーによるところが大きそうね。日本代表の場合はワールドカップのキャンプ地だったり、本当にスポンサーの影響が大きい。この辺は別な機会にやりたいとも思うが、いかんせん、消されそうな気がする。おで、暴露するまんじゅう嫌い。ヴィッセル神戸は三木谷会長の権限が強すぎたりはしない？強すぎるに決まってるさ。どこまで介入してるかわからないが、日本サッカー協会のトップと同じだ。余計な介入はマイナスにしかならない。夜道、背後に気をつけろ。余計な介入。これも同じだったのね。お前は毎回すりすぎだ。私、帰ったらプロポーズするんだ。あれ？マリサがいない。仕方ない。今回は私一人で締めよう。今回はヴィッセル神戸と日本代表の共通の問題を見てきたけど、他にもいっぱいあるのよね。皆さんもヴィッセル神戸と日本代表の共通点これだなぁ。とかありましたらコメ欄に。ビジネスは大事だけど、それで降格やアジア予選敗退とかしたらそれこそ全てを失うわよね。ビジネスだけじゃなくて、クラブ、代表を愛する先に利益があることを考えてほしいなぁってのが私の意見です。それでは、マリサがいなくて少し寂しいけど、王に一方。